レーニン勲章。レーニン勲章は10月革命の指導者のウラジーミル・レーニンにちなんで名付けられ1930年4月6日にソビエト連邦中央執行委員会によって設立されたソビエト連邦によって授与される最高の勲章だった。以下の条件を満たしたものに授与された。 1944年から1957年には特定の機関だけ軍務を行っていた者に対し、勲章を気象扱いして授与させることが多くなり、例人勲章も例に漏れず軍務が25年に達した者のへの報酬として使用れていた。ソビエト連邦英雄と社会主義労働英雄の受賞者には同時に授与された。また、都市、企業、工場、地域、 軍部隊や船舶にも授与された。これら勲章を授与された様々な会社、工場、教育機関、軍部隊などは正式名称に霊人勲章の名を付与させていた。が、実際は上記の通り人物以外にも授与されていた。最初の霊人勲章のデザインはのスケッチをもとに都が彫刻した。これは造幣局によって銀に いくつかの軽い金メッキがあるものが作られた。この方は丸いバッジで中央の円盤にはウラジーミルレーニンの横顔があり、周りに煙突、トラクター、建物、おそらく発電所が配置されていた。薄赤エナメルの円と円状の小麦の穂が中央の円盤を取り囲んでいた。上部には金メッキの釜と土のエンブレムがあり、下部にはソ連のイニシャルである。 が赤いエナメルで施された。このデザインのレーニン勲章はわずかに約800個しか鋳造されず、1930年から1932年の間にのみ授与された。二代目のデザインのものは1934年から1936年に授与された。これはエナメルの円盤にレーニンの肖像画が施されていた硬い金バッジだった。 円盤の周りには2本の金色の小麦の穂と、キリル文字で、レーニン、と書かれた赤旗が配置されている。勲章の左には赤い星があり、下には、釜と土のエンブレムが赤いエナメル配置されている。3代目のデザインのものは1936年から1943年に、授与された。4代目のデザインのものは1943年から、 ソ連の最後まで授与された。バッジは当初リボンなしで左胸に着用した。あと2円が黄色い縞模様の一体の赤いリボンでメダルのように吊り下げられて着用されていた。下の画像を参照。略樹も同じデザインである。レーニンの肖像画の部分はもともとリベットの銀品だった。しばらく、それは一辺の金バッジに取り込まれていたが、1991年の ソ連の崩壊までの別々のプラチナ部分としてようやく戻った。レーニン勲章の最初の受章は1930年5月23日に新聞紙のコムソモリスカやプラウダに対して授与された。また最初の10個の受章者は5個が事業会社、3個がパイロット、そしてザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国の中央執行委員会議長にもなるだった。 1936年にパイロットのバレリー・チカロフが最初に2度受賞者した人物に行った。1939年にはパイロットのが最初に3度受賞した人物となった。最初に5度受賞した人物は、1931年から1934年にソ連の工業と農業の復興に貢献した外国人のドイツ人と5人のアメリカ人。 アメリカ人のうちの一人は1932年5月17日に受賞したフランク・ブルーノ・ハニーという人物である。だった。1991年12月21日に最後に勲章は合計43万1418個が授与された。例人勲章のほとんどの記録は長年にわたって外国貿易大臣を務めていたによって保持されており、12回、 受賞していた11回説もある。その他、多数の受賞者は以下の通り。ジェームズ・ボンドは映画007美しき獲物たち内で、レーニン勲章を授与されており、作中の設定では最初の外国人受賞者とされている。なお実際の最初の外国人受賞者はである。IPC 出版物のバトルピクチャーウィークリーのキャラクター。 ジョニー・レッドはドイツのエースパイロットに狙われた政治員を助け出し、レーニン勲章を授与された。映画、レッド・オクトーバーを終え、内で潜水艦を自沈する覚悟を決めた艦長のマルコラミウス大佐、ショーン・コネリーとグニーのエフゲニー・ペトロフ、ティム・カリーと会話の中に、あなたにはレーニン勲章が贈られるでしょう。というセリフが存在している。映画、インディ・ジョーンズ。 クリスタルスカルの王国では、インディの宿敵、イリーナ・スパルコ大佐は、霊人勲章を3回授与されている。ゲーム、シンギュラリティでは、ビクトール・バリソフが架空の成分であるエレメント99の調査をした働きにより、霊人勲章を授与されている。2004年に発売された、コンピュータゲーム、メタルギア・ソリッド3に登場する、兵器開発者のアレクサンドル・レオノビッチ・グラーニンは、 メタルギアレックスの開発を含めた多様な発明にり、レーニン勲章が授与された。東欧県旧社会主義国の一部ではソ連のレーニン勲章を模した以下のような勲章が制定されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。